遥か銀河の彼方に高度な文明を誇る星ミクロアースがあった。ミクロアースの爆発によって宇宙をさまようミクロマンは地球という星にたどり着く。しかしミクロマンの前に邪悪なる敵アクロギアーが現れる。ミクロマンは地球を守るためにアクロギアーと戦うことを決意する。夜明けの太陽を妨げる敵は許すなアクロギアー、助けを待ってる人たちのために呼べば答える飛んでくる超能力のミクロマン、僕の心もミクロマン、小さな巨人小さな巨人行くぞミクロマン。よっしゃ。小さな巨人ミクロマンだぜ。あー、いや、懐かしいね。まあ、俺、大昔にこの動画をね、なんていうの、ニコニコ動画に上げちょったんやけど、難易度ハードね。ニコニコ動画に上げちょったんやけど、あれなんよ。最終回の動画をね、どっかにやってしもうて、消してしもうたね。まあ、消してしもうたよ、多分。間違えて。だけど、まあ、この YouTube でね、ポイントやべえ、DSK って、その、あれよ、ニコニコ動画上げちゃった時のスコアやね、こりゃ。まあ、なんていう、ニコニコ動画で話し得なかった全クリっていうか、ちょっと上げようと。前はトライでやっちゃったんやけど、まあ、今回は別に、この動画、このゲーム好きな人も、まあ、もう、滅んでると思うから、おそらく。うん、まあ、俺とか。空を見ろ、鳥だ、飛行機だ、あ、ミクロマン。弾よりも速く。力は機関車よりも強く。高いビルディングも一っ飛び。そうです、ミクロマンは地球の正義と真実を守るため日夜戦い続けているのです。ミクロマン。いや、コマ発売されとったで。コマでだいぶ昔やけど、まあ、とりあえずこのゲーム好きな人も100円ごっつの中でも油豚丸師匠とリキッド竹雄氏とあと俺ぐらいしかおらんじゃろうから、とりあえずエクストラでやっていこう。富士の麓に広がる森の中に小さな湖がある。静寂に包まれた湖にはアクロイヤーの魔の手から地球を守るミクロマンたちの秘密基地があった。建造中だが、アースステーション基地は凄まじい能力を発揮し、ミクロマンはアクロイヤーの破壊活動を未然に防いでいた。ある日、パトロールに出ていたミクロコマンドシェリフから緊急連絡が入る。アクロイヤーの巨大ロボット建造計画 J の情報を入手したからだ。ロボットが今まさに完成しようとしていると知ったミクロマンたちは一大攻勢を仕掛けることを決意する。次々と基地より発進するミクロマン部隊、ジョージをはじめとする留守を預かる者たちに見送られて、だがその大部隊を見送っていたのはジョージたちだけではなかった。森の中に偽情報に釣られて基地が手薄になるのを待ち構えるアクロイヤー軍団が潜っていた。あ、結構優秀やね。アクロイヤー軍団アタック。作戦としては結構優秀や。軍団の奇襲が開始された。危うしミクロマン、残された仲間だけ基地を守り抜くことができるだろうか。はいはい。というわけで、ま、
ミクロマンの数っていうのは結構多いんだけど、このストーリーだと人数少なくても別に大丈夫よね。とりあえず、まあやっていこう。とりあえずやっていこう。施設拡張。このね、ミクロマンの設定、さっき見たんやけど、まあ、星が爆発して、結晶になって宇宙を漂っちゃったんや。何年か。あ、ここのものもね、もう俺ら得意やき。よしよし。よっしゃ。で、それで結晶がね、地球に不時着したときに、海洋汚染あるとこに、まあ、海洋汚染のあるところに不時着してしもうた奴らがアクロイアっていう設定な。海洋汚染とかそういう環境がね、腐っとるところに、落ちてしもうたのが、アクロイアっていう。で、その時になんか精神も歪んでしもうたみたいで、破壊活動とか、中二病を発症してしまったみたいな、そんな設定やったと思う。あーなんで？やばい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 、ヘリが半端ない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 、ハードモード恐るべしやろこれ。ヘリが半端じゃねえ。せっかくお前これでお前ノーミスやろうと思ったのに。だいたい俺動画一発撮りやけどさ、この前のウルトラマンのやつもそうやけど、だいたい成功しないよね一発じゃね。まあいいんやけど。難易度ハードモードでやるとヘリが半端じゃない。あ、ここダメじゃん。もうプラズマグレネード持ってきた。これ死にゲーやで、これ本当に。ちょ、こっちに誘い込もう。ああやばい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 。勘弁してくれ、マジで。ビーム撃たれたら死んでしまう。よしよし、こっち。そう。死ぬ。俺が。よしよし。よっしゃー。で、大体俺らがやれたら隠れる。あ、ここが隠れるよとか言って、最後。やりよった。懐かしい。あー、くそ、ノーヒットボーナスもらえんかったわ。むずいんで、ほんとに。さてと、やりました。よしよし、ここはもう、ほんま遠慮なく。あ、危ねえ。なんでここで俺は使ってしまったんだ。あ、届いてねえ。リーチが短いのか。うまいわ。よしあー、これむずい。ビロン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 、よしビロンビロン。このグレーがうぜえ。あーだ、これはやばい。おー死んだぞお前、これむずすぎんか。うわうわ、これはいけん。これちょっともう一回さ、もうみんなやってみ、このゲーム。マジ意外にむずいぞ、ノーヒットボーナスって。ハードモードのノーヒットボーナスむずいぞ。敵発見、戦闘開始。おら、戦略的撤退、変容ぴったり。これね、わアナログスティックじゃなくて方向機でやっとるけーね、なおさら動きが悪いっていう。これマジさ、リメイクしてくれや、頼むけー。あー、ジャイアントバズやねえ。ミクロバズーカーかや。よし。あんまり後ろに下がりすぎると、今度はメダルが手に入れられんけ。あー、出すぎ、前に。バカ、下がれって、お前。37、あ、銀色のメダルなくなった。まあいいや、どうせノーヒットボーナスやねえし。
ああ、来ないで来ないで。よし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 。まあ20発残っとるけ、あのビロンビロンは取らんでいいわ。これむずいぞ。ノーヒットボーナスダメじゃねえか、これ。死んだしね、一人。防衛率 85%、 これ死んだけや、デビッドは。あ、どこって、あ、エレベータールームか。バイオハザード研究室。あ、そうそう、グレネードがあるんやけどさ、丸ボタンでグレネード出せるんよ。で、ここにソニック G×3 とかプラズマとかボムとか書いてあるやん。その中で一番強いのはフラッシュとソニックやけね。で、フラッシュは全画面に多分効果があるんよ。敵の動きを止めるっていう。さっきフラッシュやったけど、あ、フラッシュやね、ソニックやったけど届かんやったけね。東通路、なかなか当てにくいボム。威力そうでもないんかな、わからんけど。ここもなかなか難しいぞ、これ。ノーヒットは当たったら死ぬし、っていうか、いっぱいマシンガン出るよね、確かに。あー、お、しんど、うそやろ、もうこんなに下手くそやったっけ。これはもうリキッド竹雄と二人プレイやらにゃいけんわ、これは本当に。二人ともがノーヒットボーナスで。いや、こんなに難しかったっけこのゲーム。どこからでもかかってくるがよ。あー、こいつはね、終盤まで生かしときたいんよ、この、このスーパーミクロマンは。スーパーミクロマンシロ、スーパーミクロマンシリーズ終盤になるとハンドバ、ハンドバズっていうクソ強いピンポンって貯められる武器を、あ、やばいって、おーいこれこれやばいぞ、本当に。これは本当にやばい。俺確かトライゲームでも俺ハードモードで やったけどできてたよ。敵発見、ニコニコ動画に上げたとき。なんでこの腕が落ちちゃう、俺は。爆撃投下。あ、これオートエイムやけ、モアーン出さんでもいい。あ、これ武器選択間違えたわ、これは。よし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 。強制で全、何発か。あ、グレネードか。グレネードいらねえんだよ。あー、なんで死んでねえんだお前ら。あ、弾が足らなかったのか。これは恐ろしいぞ。なんでなんで、目に見えない何かに当たった。あぶねえちゃん、おい、死んだぞこれこれはやばい。こんなに難しかったっけ。これもう一回やらんにゃいけんじゃん、これ。で、ここをね、ゲームオーバーになると、その、これより敵を殲滅する、隠しステージに行けるっていうか、隠しステージっていうか最終防衛ラインみたいな感じで、敵がワンサが攻め切ってきて、そこを落とすと、そこを落とされるとゲームオーバー、強制ゲームオーバーっていうステージに行ける。この東、通路のあたりはね。まあこの際ゲームオーバーになってみようか。なんか俺もあんまりもうやる気なくなってきちゃったよ、このゲーム。マジリキッド竹雄がね、リキッド竹雄がやってくれんけ、一緒に最近も。うわあ、対比って、なんかこの人農家でもやってんのかな。よし、死んだな。これで、
ほら警告、敵は司令室に向かいました。ここはまあ司令室直結の道じゃけってことだよね。要するに敵防衛ラインを突破、司令室に接近しています。司令室へはどのミクロマンを送りますか。やばいやろ、防衛率 40% ってもうどんだけガバガバなんけやこいつら。どうしようかな、これでいこう。かかってきなさい。その代わり敵のスペックは結構低いはずなん。そうでもなかった、そうでもなかった。てかなんでお前ら一人で防衛してんだよこれ。お前らっていうかお前一人で防衛して、あ、他のとこに出払っとるってことかな。やばい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 。ああ、私を怒らせるぞ。かわいい、あのプレゼントだよっていう。あ、てか HP もう見るしかないんやね俺。あぶねえ。いやいやいや、やったぞマックス。エッジボーナスって何？新たな敵兵を監視、迎撃準備をしてください。安眠室へはどのミクロマンを安眠室。室内公園へはどのミクロマンを積み立てますか。室内公内園。作戦会議室へはどのミクロマンをこれで積み立てますか。まあ、多分このミクロマンの動画を見ちゃうと普段のリキッド竹雄の言動の元ネタっていうのが大体分かってくると思うよ。多分舐めとったらあかんで。6割ぐらいこのミクロマンとセリフを使っとるからね、普段の日常会話で。え、なんで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 誘導。あー、なんで誘導してるわ。若干このミクロマンたちでガードできてねえよ。あー死んだ、これむずいぞ。こんなに難しかったっけ。なんか全然、なんでやろ、あのニコニコ動画にある動画ちょっと見てん。そんなに俺下手くそやったっけ。あ、なんかおお、これはおっぱいとか言うし、おお、これはいけん、これはいけん、これ卑怯すぎんか。黄色はやばいぞ、この黄色当たるってガチめに。いや、もう罰で誘導切れんし、これ普通ステップとかさしたら誘導切れるやろ。うわー、やばいやばいやばい。だってもう何年ぶり、あの動画アップして何年ぶりになるかね。戦うのですか。仕方ないですね。ああ、これはもうリキッド竹が女を抱く前のセリフやな、これは。ああ、あ、そう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 、そういえばそうやったそうやった。あ、待てよ待てよ待てよ。おお、無駄無駄無駄、当たってね当たってね。
これ本当に当たってねえぞ。おお、死ぬって死ぬって、この3発で死ぬっていうのついこないだもなんかで見たことあるぞ、デスフェイサー相手によ。ポイン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 、回復回復か。これはやばい、これはやばい。あーあーあーあああ、防衛レートゼロって、くそ、これで俺の名前は残したくねえから。入るんかい、これ絶対大人向けゲームやろ、これ難しすぎるもん。ちょ、これマジさ、プレス4でさ、AK さ、リメイクしようぜ。マジで。せっかく、三浦大知くんがね、有名になってさ、ダピータサーアピークマイハーとかっていいよりやっけ。これリメイクしたら売れるって。10番のムービーがない。あ、結構ない。これみんなで一緒に歌おうぜ。夜明けの太陽を妨げる。敵は許すな悪の矢。助けを待ってる人たちのために。呼べば答える、飛んでくる。超能力のミクロマン、僕の心もミクロマン。小さな巨人、小さな巨人、行くぞミクロマン。よしよし。で、次何？あ、また一緒かい。また一緒かい。はるか、え？ 3、7になってるよ。はるか、これ見たな。富士の、あ、これエンディングやけ、見ちゃい。あ、これじゃない。これじゃない、俺が見たいの。これ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 。これさっき見た。こういう CM を見たら思うんやけどさ、CG とかないじゃん。ね、本物のおもちゃを使って撮影せんといけんやろ。と欲しくなるよね、これ。わかる？なんか普通に欲しいと思わん？なんか俺は思うんやけど。ロードステーション基地完成。3800円か。さらに広がるミクロマンゾーンの威力。もうミクロマンに敵はない。ことないよ、お父さん。もしかしてあなたはミクロマン？ちょっとセリフの意味がよくわかんないんだけど。セリフの意味がちょっとよくわかんないけど。ビルド？
ルド？ビルド基地が加わって、ビルド？ミクロマンのビルド計画が完了した。お、ビルド？マジ？君はこのビルド基地にどのメカをジョイントさせる？ラビットタンクとか？ミクロマンタイタン完成。マグネットの関節に秘められた不思議なパワー、君の手だけがそれを知っている。ミクロマンタイタン、スパイヘリも完成。飛べスパイヘリ。ミクロマン。でもあのスパイヘリを、あ、この CM からミクロマンじゃなくてミクロマンになっちゃうかな。あのスパイヘリとかさ、飛ばしたら逮捕されるやない、警察に。なんだこれ。はいはい、今見たらギャーギャーうるせっクソどもが出てくる動画やな、今のは。ミクロマンの新しい仲間、スパイマジシャン。密かにスパイ活動を続ける。わかるか、弟。これがスパイ用のマシン、ドラグタイガーだ。わかるか、弟。こんな風にアーチェリーにもなるんだ。わかるか、弟。弟ではない。僕こそスパイマジシャン、スパイマジシャンか。なんで弟の方が優秀なんやろな。ミクロマンの新しい仲間、スパイマジシャン。密かにスパイ活動を続ける。わかるか、弟。これがスパイ用のマシン、マリンコンドルだ。わかるか、マリン弟。こんな風にルーレットにもなるんだ。マリンが。わかるか、弟。弟ではない。僕こそスパイマジシャン、シャン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 。ああすげえ、マリンがルーレットになるんだって。すげえ、おすげえ。今新兵器移動基地が飛ぶ。地球侵略を狙うアクロイヤーを撃て。戦えスパイマジシャン。すごいね。タイタン星に向け移動基地は飛んだ。今タイタンに新しい仲間が生まれた。マシンと合体し超能力を発揮するタイタンコマンド。戦えタイタンコマンド。走れジムカ。メリクロマン。走れなんて言った。ミクロマンコマンド、サーベイヤー1に続いて、サイベリア、サーベイヤー2。値段どうなんかな。サーベイヤー基地が完成した。いや普通に考えてよ、直ちにスクランブル体制に入れ。ビルドドライバーより安いぞ。ミクロマンコマンド、走れサーベイヤー。ミクロマン。ああ。移動基地はイースター島へ飛んだ。神秘のベールに包まれた巨岩像モアイ。そこにはどんな謎が隠されているのだろうか。新しい仲間ミクロマンコマンド、今よみがえる。メリクー。すげえ。どうやって撮影しとったんやろうね。俺これ持っとったよ。あ、違う、これじゃない。アクロカノン、アクロジェット、アームロイドの合体により巨大なアクロイヤーが生まれようとしていた。一方コマンド部隊はサーベイヤー1号コスモポルシェと共にエジプトに結集。ピラミッドに攻撃を開始した。今ジャイアントアクロイヤーとの戦いが始まる。すげえ珍しいアクロイヤーの CM や。コンテスト
開始であります。アーメンとアクロイヤーが形を変え組み立てられております。いやー、見事な戦いです。勝ったのは息子を楽しく遊ぼう。それいやー、ええー、ね、楽しく遊ぼうって。今時のゲーマー全然楽しんでねえからな。すぐ切れるし。ミクロマンコマンドは今遮光器土偶から、そして自由の女神からはレディーコマンドが、マージン00とともに今君の手に。ミクロマン、だから女のミクロマンが初めて出たんかな、この時に。あんまり、まあ今でもそうやけど、女のアイテムっていうのはあんまり売れ行き悪いじゃん。なんかやっぱり男尊女卑の文化があって、まあ大人たちが買ってくれたんだろうね、きっと。アマゾンの奥深く、レスキュー秘密基地があった。アマゾン総統の攻撃を迎え撃つ強力な機能を秘めた基地。レスキュー秘密基地が熱い期待とともにやってきた。ミクロマン、なんだなんだやっぱミクロマンの方がいいよね。ロボットの力強さとミサイル戦車を合体させた。3600円か。新兵器ロボットマシン Z。 メカアクロイヤーを撃つために今活動を開始する。ミクロマン、こう途中でぶつ切りするところがいいよねミクロで。お、ライディーン。聖冠帝王デスキング。なになに、聖冠帝王。ちょっとこれはダサいな、ミクロマンの言い方が。聖冠隊帝王ってリキッド竹雄じゃん。迫り来るアクロイヤーを倒すためにミクロロボット配備登場。5体のミクロロボットは武器となり、ミクロマンと共に戦い、さらに合体して最強ロボットになる。合体ロボミクロロボット5。ミクロマン。じゃあこの頃におそらくロボットアニメが出てきて、まあ、ガンダム、まあ、そのガンプラにおもちゃの売れ行きが負けたっていう話なんだけど、多分この時からねロボットアニメのこと意識し始めたんやと思うよ。ミクロロボット7721フォーメーション。驚きの新合体システム721フォーメーション。ミクロロボット7登場。あ、値段も結構やばいことになってきたな。宇宙からやってきた謎の物体、ラジオかと思えば、あらら、ロボットにチェンジ。うん、これどっかで見たことあるね。これが噂のカメレオン感覚。遊べる実用ミクロチェンジシリーズ。でこれおもちゃどっかで見たことあるんやけど、あるやろ、あのタカラトミーのねトランスフォーマーなんよね、要するにね。でもあのタカラトミー一時期そのやっぱミクロマンさガンダムに負けちゃってたからね、トランスフォーマーで人気を取り戻したと。はい、これねリベンジしたいわマジで。というわけで、